テーマとしてはですね、変化力っていうキーワードですね、設定させていただきました。で、まあ、ピンチもチャンスも味方につける変化力っていうことで、まあ、やっぱり昨今ですね、いろんなこう世の中の移り変わりとかですね、こう変化に対してですね、私たちもやっぱ変わって生き残っていかなきゃいけないっていうことで、まあ、変わりたいけど変われないみたいなですね、そういうことをですね、皆さん思ってらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、少しまあなんかそんなこう変わるヒント、変えるヒントみたいなことをですね、少しお話しさせていただければと思います。ちょっと自己紹介なんですけど、私はファームサイド株式会社、またアベナシ園の佐川と申します。アベナシ園というですね、宇都宮市にある梨農園のですね、右腕っていう形ですね、畑には出ない形で、梨園のですね、経営改善ずっと続けてきたものです。ですね、まあ、じゃあそもそも変わっていけないのかっていうところから話を始めたいんですけれども、変化は必要だと思います。なぜならですね、今やっぱり物が不足していて、作れば出た時代からですね、物が余る時代になってですね、やっぱ競争が生まれたんですね。なのでこう、まあ、今の状況に対して変化をして、まあ、求められるものを作った、人がですね、やっぱ買ってもらえる、まあ、そういう意味でですね、こうビジネスとか事業っていうことではですね、変化適応みたいなことが、もう市場命題になっているのではないかなと思います。石川県でお米作っている竹本農場の竹本翔吾と言います。今37歳です。大学卒業した後、竹本農場に就農して、で、就農から10年で、父親からバトンタッチを受けて、今社長になって、4年目っていうところですね。ネット販売をやったり、国産イタリア米を栽培販売したり、トヨタ自動車さんと米作りの改善のプロジェクトやったり、田植え機の開発に参加したり、まあ、いろいろなチャレンジをやってます。株式会社芝海農園の、芝海優也と申します。現在千葉県の印西市で、有機栽培の多品目栽培ですね、をやっています。今34歳です。私は、2009年からですね、11年前から、農業を始めていまして、まあ一応代々続く農家なんですけれども、両親はトマトの栽培をしていて、私の代から有機栽培をやっています。よろしくお願いします。山川雅弘と申します。私は栃木県の那須町で牧場をやっております。森林の牧場という牧場をやっております。森林の牧場はジャージー牛という牛をですね、放牧で飼育して、で、まあ、牛を飼って加工して販売するっていう、まあ、いわゆる6次産業での酪農の事業をやっています。変化の阻害要因、まあ、何か変えたいって言った時にダメだよとか邪魔されたりですとか、なんかこういろんな理由で変えられなかったりとかあったんじゃないかなと思うんですけれども、なんかこう変化の阻害要因はありましたかっていうと、もしですねそれがあったとしたら、なんかこうどうやってそれを乗り越えたのかっていうことを、教えていただきたいなと思います。僕はね、はい、自分自身ですね。おお、はい、どういう意味ですか？やっぱり新しいことは始めたいっていう意思は持つんですけど、いざスタート台に立つちょうど手前になると急に足が鈍るみたいなところはあって、まあ、ちょっと今ねこう世の中、まあ、コロナウイルスとかでですね、こう大きく変わってしまってですね、緊急で対応しなきゃいけないってことちょっと多分それぞれ、あったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういうものも含めてですね、まあ急に変わらなきゃいけないっていうことはありましたかっていうことと、まあ、そういう時にどうやって、まあ、適応したり、逆にこうチャンスを生かしたり、生き延びたりされてきたのかなっていうことを聞いてみたいと思います。思ってもいたんで、一応まあその時に若手に相談しました。結構ピンチの時って若い人の柔軟な発想がすごく今回頼りになって、自分も、まあ、4月の時に人参をいろんな人に相談して、実際に4頭亡くなったんですけど、それを全部いい先を見つけてくれたのが3人いて、それはもう皆さん20代でした。大体20代でした。ずっと変わらずにやっていくと、よくゆでガエルになるっていう表現があると思うんですね。で、こう、なんていうんですかね、まあ、水温が上がってることに気づかずに、こう、
熱くなっちゃって茹だっちゃうカエルみたいな話があるかと思うんですけど、茹でガエルにならないためのポイントみたいなのなんかもしあればですね、まあもう茹でガエルコースに最初から進んでなさそうな方の3人揃ってるんですけど、なんか自分の中でこうなんか変化をドライブするために気をつけてるとことかあれば、ちょっと一人一言ずつくらいポンポンポンって教えてもらって、その後、質疑応答の時間に移りたいと思います。はい、僕はですね、ゆでガエルにならないためには人にこうちゃんと言うってことですね。いろいろ事業計画を、あ、まあ、具体的な話で言うと毎年ちゃんと事業計画を作って、それを、まあ、社内もそうだけど社外の人であったり、銀行さんであったり、あとはですね、あの嫁にもこうプレゼン毎年してます。はい、これ結構あの本当にこれでいいのかっていうことを、自分もこう自信がなかったりするんで、話をすることで結構作り上げていくっていうやり方するんですよ。